いやエプソムカップ惜しかったですね。トーラス地味にあれはちょっとな。4歳は4歳でも、そうだからやっぱ4歳がいいって僕言ったじゃないですか。はい、来ましたね4歳。いやね、あれ挨拶もしなかったです。ああそういうことで、K マブ過去カリー部長の堀内と、はい、ヘッポコ部員の水野吉松です。よろしくお願いします。はい、いやしかも僕手前味噌ですけど、ダイワキャブにもちょっとこうね書いてた、書いてたの。したらアミラクジの結果ね、ね、違うあのなんだっけあれですよ。字を間違った。エメラルファイトなのにエメルルファイトになってたって、それすら気づきませんでしたけどね我々。簡単だね。でも結果的に。うん、3連服には入らなかったから、はい、ダイワキャグニーが副賞で残ったためになんとね、うん、プラスだったんですよ。やった、初めてプラスにあの、ね、終わったっていうね。いやこれはね大きいですよ本当に。毎回3000円ずつなくなってたとね大変だったもんじゃないですか。いやでもほら当たってるに当たってますから、ずっと3週連続そうずっと当たってるんですよね。これは大きいと思いますよ。結構いい動画ですよ、うん、そう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 、そう自分たち、ね、いやねなんですけど、でそうさらにあれじゃないですか、おすすめのそれぞれ穴馬ってのを先週からねやり始めたんで、したらちょっとねマーメイドステークス、いやちょっとすいません、サマーセントという7番人気ですか、ね勝っちゃって、すごい、いやーね、僕あのレースで同じオレンジの帽子の隣の馬を応援してたんですけど、ミスマンマミー、そう、うん、最初あー来たと思ったら水野さんの馬だったんです、ね、そうだよ成功した方じゃない僕の方は後方にいてね、そうそうそうパワーキャーキャーと思ったけどね、いや違う、そこからもうダメかよもう部長、でもそういう部長だって函館最後来ましたね、マイネルズイーガーやーお見事、なんか逃げ切って気持ちいいですね。でね部長に「いやおめでとう」なんて LINE したらね、うん、したら部長はい、いやちょっとね直前で、うん、いやーって思い始めて、単勝で最後ね、1000円ぐらい買うかなってちょっと思ったんですけど、リアルな金額いった今すごい今リアルですよ ね、リアルですね今ね、って思ったんだけど、ちょっとね、あっと思って、同じね、馬で藤沢厩舎の中馬がね、いてね、アイビナーさんのですか、あ、そう、エビナーさん乗ってた、そっちをちょっと頭にして買おうかなってことやっちゃったんですよ。したら外して、いやまさかの、なんでここで推奨しといてあなた外してんのっていうね、ま、いやいやじゃあ今週こそはいやーやりましょうよね、はい、はい、ということで今週末は、はい、函館でメインレース重賞来ました。函館スプリントステークス北海道応援が ね、まあ、この動画の一つテーマですから、テーマですから来ましたね、渾身の予想を、ね、披露していきたいと思いますけれども、はい、枠順はこんな感じです。16頭、はい、いやどうですか、こうバーッと見た感じのメンバーは、なんといってもこれ注目は武豊さんが乗るダイヤトニック、ダイヤトニックでしょうね、6番、もう G1 勝ってもねおかしくないような馬が函館に参戦してきたと。ではこれはね僕から行こうかな、じゃあ、お、じゃあ部長からいいですか、行きますか、はい、はい、じゃあ私から行きたいと思います、はい、お願いします。函館スプリントステークス、はい、なんか噛みましたね、もう一掘りで疲れちゃって、いやそうなんだ、カバーしたんですね、これだからスーツなんです、ね、置いといて、はい、今回、参考にしてます、あの堀内、ね、あ、来た来た、堀内のあれ今日も強度機で堀内でやればよかったえ、これをそういうコーナーじゃないないんですよ、はい、そう重視したのはこの3点、はい、はい、距離短縮組、あのね、これあのレース傾向にはこうピッタンパーですよ。で先週の函館の1200のねメートルの、はい、傾向もちょっとちらっと見たら、はい、距離短縮してるね馬が結構来てるんですよ。これいいとこ見つけたなと思いました。で枠も近まあ10年ぐらいで見ると、うん、まあ内もしくは外で先行していくような馬が良さそうかなっていう感じ。おでまた来た4歳年齢理論、これねまた4歳ね近10年で3339と、ああでもいいですね、かなりハイアベレージな、やっぱりちょうどいい時期なんですかね、多分こう成長してきて。でも先週のダイワキャグリの7勝もそうだけど、うん、はい、この堀内理論結構いいなって思ってきた、本書こうかな出た出た出たじゃあこれ当ててね、そうですよ、これ結構一発ドーンといったらちょっとそういう道も、勝利数大事だなって気がしてきた、うん、ですよね。でじゃあその今回ちょっと勝利数はあんまり重視はしてないんですけど、ね、あそうなんだ、このレースは違うんだ、このレースは違う、はい、ということで、はい、じゃあ早速いきましょうか。お、はい、私の印こんな感じです、じゃじゃーん。おー、今言ったように、まあ、枠、内、おわ、外、はい、そして、そんなのも考えて
本命はスイープセレリタス。おお、2枠4番ですね、はい、丸山元気騎手が、うんうん、なんかずっと調教も結構こうつけたりとか、はい、しているそうで、はい、なんかこう気配感じるなという部分と、うん、はい、やっぱり今ね、お伝えしましたように4歳ですよ、これも、うん、4歳の馬、そしてなんといっても距離短縮、うん、1400からのね、前走東京芝1004でしたっけ、勝ってますもんね、1600万だから3勝クラスを勝って望んでくる、うん、勢いはある。そうで、うん、なんか函館とかで札幌で藤沢厩舎の馬がなんか強い気がするんですよ。あ、ね、藤沢さんは確かに北海道できちんと成績を残したいって思いは強いっていうのを以前、番組で言ってたのを見ました。あ、本当ですか。そういうのを二次情報っていうやつですか。そうそうそう、見たのを見たっていう、そうそうそう、それを今聞いたっていう、そう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 、だからちょっとなんかそんな印象があるんで、ね、うん、そういうのもあって本命スイープセレリタス、はい、で対抗が名勝賞、これね、これそろそろねドカンとあってもいいんじゃないかと、池添健一騎手、お、乗ってる、そう、しかもちょっと思い出してください、はい、池添騎手で、この間安田記念もグランアレグリアでしたよね、勝ちました、うん、マジでダービーだ、ダービー、うん、ダービーベルトライゼンで、おー、はいはい、来ましたよね、そうか、 G1 でね、そう3着、はい、なんか最近この予想始めてから結構こう馬券に絡んでる、ね、あ、確かに池添騎手がね、今乗り乗ってんじゃないかと、先週もメイン勝ってましたしね、はい、で函館もねかなり相性がいいので、うん、あ、 UHB 杯か、勝った、あ、そうだそうか、うん、いいんじゃないかなと、うん、で、まあ強いであろうダイアトニック、まあこれはねちょっと外せないかなと、うんうん、で、ちょっとこれいいと思う、ジョーマンデリー、連投、連投、おお、僕連投好きなんですよ、いや、いいっすよね、なんかこう連投で来る馬ってね、はい、期待したくなる、わかる、うん、うん、あの函館の成績がね、かなり良くて3勝してるのかな、はい、うん、あ、もうすでに4歳だけど、そう、函館でもう連外してないはずなんですよ、へえ、うん、先週も勝ちましてね、まあね、そう、かなりだから函館が好きなのかな、まあ明らかに調子いいから使うわけですしね、ですよね、うん、そう、多分ジョーマンデリも函館の岩戸騎士を確保してるっていうのもね、そう、なんかそこもちょっと匂うかな、 ね、 うん、うん、復帰して、そうそう、先週勝ったしね、そう、うん、G3 ね、重賞でっていうのもいいんじゃないかなと、で他、4歳だったり距離短縮だったりを三角でちょっと散りばめて、わかりました、うん、そんな感じでございますね、おー、どうでしょう、いや、なんかあれですね、僕、ま、ほとんどけなし座れないじゃないですか、なんかね、今日物足りなかったですね、今ね、じゃあ、そのあたり含めて、はい、行きましょうか、いいですか、まさか、どうぞ、で部長、はい、僕は北海道のファンファーレ、我々大好きじゃないですか、はあ、だから一緒にまずファンファーレから行きましょう、うん、G3 なんで、ファンファーレ歌うのこれ、はい、行きましょう、せーの、はい、パラパラパーパラパラパーパラスタートスタートパラ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 無観客無観客のスタート無観客のスタートパラパラパラ、これゲート回りゲート回り、これグリーンチャンネルグリーンチャンネル、いや言っちゃダメよ、 G チャンネル G チャンネル、ほら音声協力 HB ショーだよ、勝手なこと、いやこの動画ですから、そうか、いいのか、そうですよ、じゃあどうぞ、さあ函館競馬場メインレースは第27回函館スプリントステークス芝 1200m16 頭、さあもう直線コース、先頭は名勝賞負けよ名勝勝負です、決着タイム2秒ぐらいでしたよ、今いい、そうダブル1分8秒3秒です、名勝勝負、めちゃめちゃでかい馬になったもう巨漢、そう、池江戸駅士巨漢騎手になっちゃった、太りそう、なんすがよそんなに太ってないですよ、申し訳ない、申し訳ない、いや、名勝勝負です、あら、で、じゃあなぜかと、うん、これね、ほんと部長と一致してます、先週のね、函館の芝 1200m、はいはい、新馬を除いて、うん、全部で5クラありました、はい、で、15頭ですね、馬券絡んだ、うん、前走を見ると、うん、そう、距離短縮組が7頭いたんですよ、そう、いっぱいいたんです、そう、で、うちね、3頭がダートだったんですよね、うんうんうん、だから前走 1200m で決まったっていうレースが3頭1レースしかなかった、うん、うん、だから距離短縮はやっぱり大きかったですよね、やっぱりそうですね、そう考えると、うん、今回はもう部長思い切りました、私、あれ、もうはっきり本命は名勝勝負、はい、ね、で対抗も大名富士、大名富士、大名富士も前走ダート専用でしょ、僕も入れてますけどね、そうで、要はそう、うん、ダートで前に行ける、
はいはい、これが大きいなと。ダート使ってて先行先行できる、これが大きい。でしかも今回先行勢がそんなにね、そうですね、多くないから後ろからっていう馬の方が多いんですよ。そう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 、そうなんですよ、ね、ってことも狙って、うん、で龍の雪な、はい、これはもう北海道出身ですから、うんうんうん、同盟北海道応援、ここ頑張ってほしいですね。もう実はですね、私木曜日の段階でこの予想してね、はい、枠順見て愕然としたんですよね。ほとんど外じゃねえかと。でもかなりこれでかえって人気もまた落ちると思うんで、プラスに捉えて。外悪くないはずですよ。大丈夫かな。枠ほら内か外でって書いてあるから。あ、極端の方がいいのか。そう、極端な方がね、データ的には良かったですよ。よし、あ、うん、そしたら僕ね、スリーケープマンボウってこれ、あ、前行きますからね。前行きます。うん、これも入れたし、北海道大好きなね。でグランドボヌールもやっぱりダートで前行けるんで、うん、この5頭の個人的には三連複ボックスとワイドボックス、はい、お、うん、だからこれダイアトニックが飛んだとしても、うん、ボックスで2頭拾えれば十分プラスになると、うん、ね、人気はちょっと薄そうですからね。そうなんですよ。あら、これでいきたいと思います。はい、さあ総合三連複、ここからはね、来ました、総合三連複予想を完成させていきます、はい、さあ改めてだから北海道応援、うん、ねえ、していくと。で毎回3000円を、ね、という予算で買い目を作ります、はい、そろそろこのケイバブ T シャツを作りたいと思ってます。その予算をぜひとも、うん、っていうか買わないで貯めてたら買えんじゃねえかっていうねその説もあるんですけども、おっしゃる通り。でも先週浮いたからね、ちょっと。そうです、よし、あ、いいかみましょう。よし、どうします。いや、名称勝負かぶったから、まあもう名称軸、うん、軸いっちゃう。昨日 D は今、うんうん、ちなみに昨日 D は、ね、はい、昨日 D はあれ全然違うんシバージ全然違うんじゃん、シバージ、ダート経験大きいっすよね。まあそうですね、このレースね、やっぱりね。で、シバージもダートの時に前行けてたんですよ。あ、で、ここ最近後ろからの競馬にしてんだけど、そうそうそう、でも藤岡騎手前行くかもしんない、うん、今回内枠引けてるしね。そうですね、そこが、ね、ちょっと、そう、僕後ろからだってので、ちょっとどうなのか次第だけど ね、でも全然前そこそこ行ったら十分、うん、しばあじか、うん、じゃあしばあじ軸で。いやいやいや、ちょ何だったんだこの時間っていうあれですけど、さあまた6等ボックス作戦します。あー、でもね、荒れる可能性もあるから、うん、普通だとダイアトニックを軸にする予想が多いだろうけど、僕はダイアトニックは飛んでもおかしくないかもとは思ってます。なんかね、あんまり調教も強くやってないっていう。おー、一致しますね今週の。あら、よし、ボックスだ。おっしゃ大きくいこう。よし、じゃあ、うん、2人ね、一致してるんで、はい、名勝勝負15番、はい、じゃあ私の本命スイープセレリタス4、そしてこれ番号間違えないようにしようね、はいはい、こういうところでね、ミスしないようにしようね、ケアレスミス気をつけて。よっしゃ、で、うん、まあ、ダイアトニック、まあ、ダイアトニック入れようか。そうですね、そうだね、6番でいいですね。はい、6番で合ってる合ってる、うん、そしてあと3頭、はい、さあいいですよ。じゃあ大名富士いってみます。部長も入れてます。僕も入れてますよ。大名富士ね。大名富士の方が前行けるかもしれない。よし、入れよう、うん。前に行ってもらおう。はい。あと2頭。あといいです。僕も任せます。もういいですか。はい。じゃあ上マンデリンちょっと入れようんで。行っちゃいますか。行きましょう。オッケーオッケー。で、あと1頭。はい。うーん、あと2人で被ってんのか。龍の雪なんか。よし、北海道だからね。行こうか。いいんじゃないですか。よし。はい。13番。これ総括よ。これは来ますよ。これ夢だよ。ね。これ一気にいけるよ。スイープセルリタスと名勝勝負の単勝500円ずつとか。名勝勝負の単勝500結構つくね。いや、つくと思いますよ。まあ当日になんなきゃわからないです。いやいや、つくでしょう。二人の本命の単勝ね。そうそう。これで当たったら気持ちいいじゃないですか。おお。タップクにすると。男は黙って単勝で。単勝か。よし。わかった。なんか随分やっぱりもう一掘りやってくると思い切ったこういいね感じになります、ね。金曜日もう一掘りやってる。堀さんとちょっと相談しなきゃいけない。喋りのジョギングみたいなさ。確かに。うん、いや、なんでその強度器用ジョギングみたいな。いや、これ超強強度器でしょ。あ、そうなの。順次。一歳馬じゃないんだよ。これ本番ですかね。はい。ということでさ、これでよろしいでしょうか。これちょっといいね。夢を見ようぜ。楽しいですね、これは。よっしゃ。うん。はい。ということで、こんな回目で行ってみたいと思います。これはいいと思いますよ。はい。はい、じゃあ、ユニコーンステークス行っていいですか。はい。お願いします。はい、本命はこちらです、僕は。じゃん。男馬だけど、タガノビューティー。あら。ビューティーな。そう。色男。
あの、ま、相当レベル高いね今回メンバーで、そうですおそらくレッチェカフェファラオが1番人気、レッチェバロックが2番人気、デュードバンが3番人気かなと、うん、まあ、その3強かなってところですけど、ね、そうで前行くんで、うん、それで早く寄りなったらこのタガノビューティーの素足、うん、確実に作用さしてくるんで、うん、3着は来るんじゃないかなと、ほう、うん、いうことで、お、タガノビューティー私期待したいと思います、うん、はい、じゃあ私もユニコーンステークス、はい、私は今出ましたデュードバン、おお1番いった、いやちょっとそこだけ1幕がどうかってとこだけなんで、府中の戦力だとはちょっと内が ね外目の方がいいんですけど、はい、3勝の経験、あ、来た、これはやっぱり幼い馬は勝ちの数は大事だという僕のもうこれ貫きます、3勝実は唯一、いや3勝実はですね3とへこの1と10と、あ1と10か1と10、10って10は三浦騎手のうんとね、あ佐藤のラファールか、そうそうそう、あいい差し足しあるんですよね、そう3勝同士で、ね、そっかそっか、ちょっと2つ書いちゃったんですけどね、タガノビューティーも和田ジョッキーが継続するのもいいなっていうので、おっと、ね、書いちゃった、あの1とじゃなくて3と書いちゃった、ちょっとお、そうそうそう、継続も僕もいいと思う、そうデュート番16東京3000、これもまたね、いや強いと思いますよ、いいこのまま、いやでもなんかね堀内さんとやってからあながちこの勝利経験の1回目のオークスはすごく僕すいません、はい、ケチョンケチョンにされましたけどね、もう格が違うとかなんか言ってたんですけどそうそう、先週の大和キャブにもそうですけど大事な気がしてきて、なんかね、うん、だんだんこっちに世界に入ってきてます、ね、すごい ね、はい、っていうのがユニコーン、はい、でも乗ってるんで部長もう一個言っていいですか、もう一個言っていきましょう、はいはい、アナウンもう一つ、はいはい、30秒だけください、はい、阪神の2レースもう本当の競馬番組だね、すごいでしょ、未勝利3歳未勝利芝2200、ダノンレガール、へえ、これね、去年の POG で僕が指名してたそっか、思い出があるんです、やっとデビュー遅れてきた大物です、へえ、ディープインパクト3区でね、里のアーサーの前提、そうですか、はい、エプソムカップで、キングズローズか、そうですね、でダノンの馬、中内打球者、川田ジョッキー、もうこの必勝の組み合わせです、ね、必勝組み合わせはこれはね、もうやっぱり満を持して登場じゃないですか、下手したら一番人気になるぐらい、まあ、可能性あるでしょう ね、未勝利でもちょっと格が違いそうですもんね、穴馬じゃないかもしれないいや、別にほら穴ね、そうそうそう、人気とは言わないわけですからね、うん、惜しい馬ですね、そう先週なんてだって当たってますから、よろしくお願いします、俺が、はい、じゃあもう朝から見ないとだね、そうだ明日は日曜日長いです、 OK、 はい、はい、ということで函館スプリントステークス、うん、明日です、で次はもう宝塚ありますから、いやもうサーツルナーリアとかもいろいろ出てきてね、さあここで資金稼いでやってやりましょう、いきますよ、はい、ということで今日もお付き合いありがとうございました、あー